それでは、株式会社マーズフラッグの、サービスプラットフォームの佐々木と申します。今回は、弊社の、サービスのプラットフォーム上で、BCP の改善に向けて、可用性を上げていますよっていうものの取り組みのうち、主に Amazon RDS 周りを中心に、事例を交えてご紹介させていただければなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。で、まず、自己紹介になるんですけれども、私、マーズフラッグという会社の、サービスプラットフォーム部に所属しております。で、出身は千葉県の船橋市でして、趣味は ゲームだったり、コンピューターをいじって何かをやるっていうことだったり、あとは、昔からの趣味ではあるんですけれども、オーディオだったりが、趣味で、最近、お仕事を始めました。こちらも楽しんでおります。で、仕事の方はですね、今所属している会社には、2015年に入社しまして、サービスプラットフォーム部の中の、主に SRE を担うチームに、従事しております。で、内容としましては、自社サービスに関係するインフラ部分の、構築だったり運用改善、あとは、社内システムの、一部ですけれども、一部の、インフラの構築、運用改善に、努めている感じです。そして、自分が所属しています会社の紹介もちょっとさせていただきたく思っております。で、株式会社マーズフラッグという会社でして、98年の10月に設立されております。で、事業内容としましては、サービステクノロジーをベースとした、ウェブサービスの提供という形で、当社のスローガンなんですけれども、ビヨンドエモーション、サーチを技術から感動へっていう形で、何か常に世の中に対して感動を生み出していこうやっていうことをスローガンに掲げて、日々よりいい検索っていうものは何なのかっていうのを、考えながら、提供できるように、切磋琢磨している組織になります。で、主な円滑としては、2006年に、今の、ですね、マーズファインダーという、検索サービスを提供開始していまして、それから、2021年に、エイミースクリーンという、サービスの、ベータ版ですけれども、提供開始しております。で、同じく2021年に、APA と連携する、マーズプラットフォームというサービスを、提供しております。こちらはちょっと後ほどまた触れるんですけれども、ちょっと、モノシリックなアプリケーションから、マイクロサービス化を進める上で、こういった API でサービス化も連携するっていう形をとっていて、それの、先、走り出しのものになります。そして23年、今年ですけれども、最近チャット AI が、流行っていますので、それの Mars Emotec っていう、チャット型の AI 対応サービスを開始しております。あとは、Mars Finder、2006年からサービスしております Mars Finder の方を、メジャーバージョンアップを、行っているところっていう形になります。で、弊社の Mars Finder は、このサイト内の検索エンジンの市場において、今のところ国内で、シェアトップを、獲得している形になります。で、当社のそのサービスにおいて、主にプラットフォーム面での、変遷っていうものを、ちょっと紹介させていただければなと思っております。で、2016年までは、すべてがオンプレの時代でして、データセンターにサーバーを
持ってって、そのサーバー上でサービスをしているっていう状態でした。ですが、結構、長年使っていたハードウェアも結構あったりして、ハードウェアの故障頻度が著しく上昇したりだとか、これに伴って、ダウンタイムも増えてきたりだとかっていうのがあって、何かしら対策を打たないとまずいよねっていう状態になっておりました。で、ただ、この時はハードウェアのもうリプレイスではなくて、クラウドに変えようという形で、クラウドへ移行する計画っていうのを、開始しておりました。で、2016年から2019年にかけてなんですけれども、AWS への移行期、クラウドへ乗せ替える際にですね、いくつか、検討はしたんですけれども、いろいろ検討した結果、やっぱり AWS が一番良さそうですねっていう形で AWS に乗せ替えることにしました。で、この時はですね、オンプレの構成からあまり大きく変更はしないまま、Amazon の EC2 に、P2V 的な形で、段階的に移行しておりました。で、移行してしばらく経ってから、Amazon の EC2 以外の、AWS のサービスですね、こちらの方を活用する機会っていうのが、徐々に徐々に増えてまいりました。で、増えていった結果、もっとこうモダンな、システムにしたいよねっていうことで、AWS の機能っていうものを、存分に活かしていきたいなっていうニーズが、社内で、自分からも高まっておりました。同じくして、モノシリックなアプリケーションから、アプリケーションの方をマイクロサービス化したいよねっていうニーズも高まっておりました。で、2019年の頃に、当社のサービスだったりプラットフォームっていうもののフルリニューアルっていうのをしようという計画を、立ち上げました。そして、2019年からフルリニューアル期としているんですけれども、段階的に、AWS のマネージドサービスの利用が拡大していきました。で、あと、ラムダを、主にですね、サーバーレスっていう環境の利用も拡大していきました。そして、将来的にはマルチリージョンっていう対応も視野に入れた、多様性の高い、プラットフォームっていうのを設計して、実装していっているっていう形です。そして、あとは、AWS の CDK だったり、クラウドフォーメーションを活用して、インフラ面を、高度化して、属人化している要素っていうのをなるべく排していこうという形をとっています。そして、プロダクト単位に、AWS のアカウントを分離して、なんていうんですかね、予実管理をしやすくするだとかっていう、ちょっと泥臭い話になるんですけれども、そういった工夫もしております。そして、ベストプラクティスに、今以上に近づけていくために、AWS のウェルアーキテクテッドというものを活用しておりところでございます。して、可用性向上に関して、今回は、主に RDB 周りをメインに、お話しさせていただければと思っております。で、オンプレ機に、RDB の可用性向上、どういう形で工夫してたんですかっていうところになるんですけれども、構成としましては、単一のデータセンター内において、MySQL なんですけれども、マスタースレーブ構成のレプリケーション、よくある形をとっておりました。で、ハードウェアの面で言いますと、ネットワークだったり電源っていうのは二重化していた形です。で、ストレージに関しては、レイドを組んで、多重化を行っていた形です。ただ、これですと、災害だったり、データセンターの障害だったりっていうのへの耐性っていうのは、ない状態です。幸いにして、これらの経験っていうのはないんですけれども、もしあった場合は、サービス全停止みたいな状態になる構成です。そして、運用面についてはですね、リカバリーに関しては完全に手動で行っておりました。
で、まあ、手動がゆえにっていうのもあるんですけれども、まあ、故障が発生した時っていうのは、まあ、少なくとも30分程度はダウンタイムが発生して、まあ、もしハードウェアの故障が要因だった場合には、まあ、数時間ダウンタイムが発生するっていうケースもございました。あとは、レプリケーションの状態監視であったりとかっていうのが必要で、まあ、故障が発生した時に、まあ、読み取り一貫性が失われたっていうケースもございました。で、まあ、あとはハードウェアの故障の場合はですね、まあ、現地に行って、修理したり、交換したりだとかっていうことがあるので、まあ、移動時間が発生してしまうので、これが、まあ、ダウンタイムの上昇にもつながっているなっていうのがありました。そして、次に AWS の移行期になるんですけれども、まあ、こちらは先ほども触れたんですけれども、オンプレの構成そのまま、EC2 の方に乗せ替えたっていう形になるため、まあ、AWS のベストプラクティスの形には、まあ、ほどほど遠い状態ではあります。で、まあ、この際も、まあ、EC2 上で動かす、MySQL の、マスターズウェブ構成で、おりました。で、まあ、ちょっといろいろ訳あっての話になって、あまり深くは語れないんですけれども、まあ、EC2 のインスタンスも、単一の AZ に配置しておりました。ですので、まあ、AZ 障害への耐性っていうのはない状態の構成でした。で、運用面に関して言いますと、まあ、リカバリーにはやっぱり変わらず完全に手動で行っております。で、まあ、故障時においても、まあ、30分程度のダウンタイムは少なくとも発生するかなという状態で、まあ、同じくレプリケーションの状態監視は必要なままでした。で、まあ、運用面はちょっとハードウェアの故障っていう問題からは解放されたんですけれども、まだまだちょっと手間はかかるかなっていう状態にありました。して、フルリニューアル期においては、こんな構成にしておりまして、まあ、一つは Amazon RDS のマルチ AZ インスタンスを採用した、いたしました。で、まあ、これまでの、スレーブは、リード可能な状態だったので、まあ、いわゆるリードレプリカ的な利用はできたんですけれども、まあ、今回はリードレプリカを入れたわけではなくて、スタンバイの扱いですので、スタンバイ機へのアクセスっていうのはできない状態にあります。で、ただ、まあ、これによって、まあ、異なる AZ に配置されることで、AZ 障害への耐性っていうのは、向上いたしました。ただ、まあ、後ほど課題としても挙げるんですけれども、RDS マルチ AZ は、リージョンをまたぐことができない仕様のようですので、まあ、リージョン障害への耐性はない状態かなという形です。で、運用面に関しては、もうほぼ完全自動で行われるので、手間はほぼゼロになりました。して、まあ、最後になんですけれども、まあ、導入してよかった点は、まあ、一つは可用性が向上したという点になります。で、まあ、本当に災害であったりとか、AZ 障害っていうものは、まあ、結構発生頻度は低いかなというふうに考えておりまして、まあ、それへの、耐性向上だけではなくて、まあ、フェイルオーバーが自動で行われるだったり、フェイルオーバーにかかる時間が非常に短時間に なったことによって、まあ、ダウンタイムが大幅に減少いたしました。あとは、これは、人的な話になるんですけれども、まあ、フェイルオーバー自動で行われるので、なんかリカバリー作業とかっていうものの、プレッシャーからは解放されました。あとは、まあ、これが故に、生産性のあるタスクに割ける時間が増加したであったりとか、まあ、先ほどもあるようにプレッシャーから解放されて精神的に楽になりましたっていうのが、メリットとしてございました。そして、まあ、今後の、まあ、弊社の課題なんですけれども、まあ、まだフルリニューアルの経過途中の段階でありますので、まあ、課題は他にもいっぱいあるんですが、まあ、RDS、Amazon RDS に絞った形で言いますと、先ほど言ったように、まあ、マルチ AZ を
のみの対応で、マルチリージョンへの対応ができない状態ですので、まあ、将来的にマルチリージョン対応するってなった場合には、まあ、どういう構成を取ればいいかなっていう、まあ、構想は練っておきたいかなというところです。で、あとはスケールアップだったり、スケールアウトが必要と、まあ、判断する基準、まあ、どのぐらいまでいったらスケールアップ必要だよねみたいな判断をする基準っていうものを、確立しておく必要があるなっていうのが課題だと考えております。はい。以上になります。ありがとうございます。